どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。今回はアイビデオ雑談をやっていきたいと思います。先ほどね撮った動画に、付け足しの動画なんですけどね、大事なことを忘れてたんで、別動画でちょっと短く言います。アイビデオさんがお電話でねおっしゃってたことで、重要だと思ったのが、アイビデオさんはお客様に対して個別にきちんとした対応をちゃんと取るっていうことを、それはねしっかりとっていうふうに言われてたんで、例えばですね、何か不具合があったとしたら、アイビデオさんの方にね直接問い合わせてください。で、僕とかにね、コメントいただけるのは別に自由なんで、僕は全然受け付けるんですけども、結局ね僕が受け付けても解決されるのってアイビデオさんなんで、その例えば保証絡みのこととか、不具合とか不都合があったら、ちゃんとね私たちアイビデオに、お問い合わせくださいと、でしっかりと対応しますっていうことをちゃんとおっしゃられてたので、なのでその、該当される方というか、例えば僕や他の方のねYouTube の動画見て、アイビデオ契約ね、ルーターを契約して、で、ちょっとなんか思ったとののと違うというか、その、6月16日までの間にもそういうふうに思われた方は、ちょっとお手数ですけども、直接アイビデオさんの方に問い合わせして、例えば自分の要望を伝えたり、何かできることがあるのか、例えばアイビデオさんはどういうふうに思われてるかとか、聞いて、その対応をちゃんとしっかりとね受け止めていただけるといいかなと思います。なのでその、問い合わせするのはねちょっと面倒っていうは面倒なんですけど、でもやっぱり自分の思いもね相手に伝えないと相手だってね対応のしようがないのでということです。こんなことを言うとね、僕なんかアイビデオの中の人みたいな感じだけど、別にそうじゃないのでね、僕ただの一ユーザーなので、僕ただ好きで、例えばアイビデオさんとか富士 Wi-Fi さんとかの情報を、こういう風になってますよっていう風には取り上げてますけども、僕は一応一般ユーザーで、ただ情報に関しては、できればなるべく早く情報を出したいなと思ってるんで、また今後ともよろしくお願いしますということで、はい、ではまた。